皆さん、こんにちは。イミナンです。いつも英語英会話、一日一言ご覧いただき、ありがとうございます。今日は Q1159 の久しぶりにやりたいと思います。Are you guys ready? いいですかでは、いつも通り、英語で言うので、どういう意味か、そして何と言っていたかを答えてください。不正解になりますと、私の呪いがかかりますので、皆さん、 本気でいきましょう。You guys ready?OK!、Okay. いきますよ !Q1159 is I almost fell for it。これはどういう意味でしょうかそして何と言っていただでしょうか ?3 秒考えてください。OK! では答えです答えは I almost fell for it. I almost fell for it と言っていました。意味はですね、だいたいまあ、うく、危うく騙されるとこだった。騙されそうになった。騙されるところだった。同じですね。という意味になります。So、I almost, almost がもう少しで〜何々するところだった。という意味で使う表現です。そして fall for 何々。 が何今大体騙されるですね。なびくとかという意味で使います。よく fall in love って言いますね。悲惨なやつですね。fall in love、okay?。恋に落ちる。もうなんかこう、道に開いてる大きな底なし穴に落ちるような感じの落ちるです。Okay? fall in love。なので、fall for ないない、こう、fall, fall in love すると何ですかね。 騙される場合も結構ありますよね。でも、とにかく声に落ちちゃうわけですよ。はめられる感じで。そういう感じの表現 fall for 99なら大体、だいたいまあ騙される場合が多いですかね。あとは、まあ、I almost fell for her っていうと、大体、その女の子に騙されそうになった I, fell, I almost fell for him もありますね。男でも騙す人いっぱいいますからね。なので、えー、騙されそうになったあとはその人になびきそうになった、落ちそうになったという意味でも使いますので、ぜひ皆さん、 使いましょう。OK? So, まあ今日のポイントはですどちらがとるこっちです。Almost. I almost.、Okay. I almost forgot. 忘れるところだと危ない危ない。ふぅーってやつですね。I almost forgot. そして、I almost 思いつかないですね。まあ 何々するところだったという表現が何でもこれ一つで作れるのでぜひ皆さんどんどん文を作って下の方に書いてみてください本当のことがいいですね、oh, I almost bought Imran's new bookI almost bought Imran's new book あ今私も買うところだったよ表現としては内容としてはもう良くないんですけども例えばそういうことも言えますのでぜひ こういう感じもどんどん文章を作ってみてください。Okay? で、本当のことを、本当の文を作ると、それだけ覚えやすくなります。自分に関係がある文なので、覚えやすくなりますので、ぜひ、えー、適当に作るんじゃなくて、自分に関係がある文を作ってください。OK? Alright. では、発音いきましょう。Almost.Almost. Almost. この L 発音しないです。Almost. で、ほんのりですね。ほんのりなんですけども、L を言おうとしてる下の動きがあります。I almost 全く発音しないと、I、almost almost でも、L を発音しようとちょんのりですよ。ちょんのりだけ発音しようとすると almost オーケーもう一回行きましょう。よーく耳をかっぽじって聞きましょう L を全く言わないバージョン almost almost L をちょんみり言うバージョン almost almost Okay、ちょっとなんかこうクイッっていうのがありますね。クイッと音がこうなる感じがありますよね。それです。それがこの L を本当にちょっとだけ言おうとして、結局言わないんですけども、本当に言おうとしてるところでこ下の動きがこういって、やっぱりやめるんですね。1割ぐらいやろうとする感じです。 そうするときれいに almost 発音できるので、えー、できるまで練習しましょう。そして、I almost fell for it.Fell.Fell. これつけた方がいいですね。Fell.Fell for i t f r e l で f o u r は、O なしでいきましょう。Fret.Fret.I almost fell for it.I almost fell for it. という風うに発音してください。o k、okay? a y l r i g h t s o つな、えー、げていきましょう。I almost fell for it. I almost fell for it.I almost fell for it.OK,、okay, good job! どんどん発音練習してください。いつも言いますけども、男も女もあなたを裏切ります。OK? しかし、発音の練習だけはあなたを裏切りませんので、ぜひ発音の練習をどんどんしましょう。そして、発音がきれいになってくると、 これもいつも言ってます。分かってますね。発音制するものは、そう、英語を制するんです。なぜかというと、発音を練習しているとリスニング力がどんどんアップしていくので、言われている方がどんどん分かってくれば、それに対してもどんどん話せるようになりますね。いや、オッケー。なので、まずは発音やりましょう。で、ただ一生発音やってても意味がないですね。でしっかり、どこかのポイントで喋ったりする。 時期も必要ですので、しっかりとそのアウトプットの方もやっていきましょう。Okay, so anyway, thank you very much for watching. I'll see you in my next episode. Bye!